王道冒険ファンタジー RPG。 なんだなんだそれは。おー絶対来た。どうも皆さん、私の宇宙船へようこそ。私がキャプテンのガジェスです。お願いします。よいしょー。そして本日のオペレーターは神谷エリナです。エリナちゃん、よいしょー。いやー、エリナちゃん、はい、僕この間ね、下北沢に行ったんだ。あら、はい、下北沢でもうすごい、もう本当に20年前ぐらいから一番最初にバイトした場所、はいはい、それ下北沢、はい、思い出がいっぱいの下北沢そう、庭みたいなもんですか、うん、最近行ったら、はい、思い出が全部変わってたのバイト先のビルもねえし駅も変わっちゃってるし、知らない街になって、うん、そう、なんかちょっと悲しくなっちゃって、うん、まあ、思い出って変わってきますから。思い出って変わっていくよね。寂しいね。なんだろう、悪魔、悪夢、悪夢みたいなことだね。ということで、お送りさせていただきました。さあ、栗原、はい、今日は一体何やるのかな。本日はですね、はい、真島ヒロさんとスクウェアエニックスが送る王道冒険ファンタジー RPG、 なんだなんだそれは、ゲートオブナイトメアをやっていきます。ゲートオブナイトメア、ナイトメア、ちょ、え、悪夢、あ、つながってる話つながってた。嘘でしょ。下北沢行ったのも偶然ではなかったみたいなということでございます。目の前に台本置いて言うから、ね。真島ヒロ先生、僕ちょっとつながりがありまして、あら、夜な夜なあのボイスつないでゲームとか一緒にやったりとかね、する中でございますよ。結構もうズブズブの中じゃないですか。うん、そうで、しかも知り合いの知り合いがまた知り合いだったりとかね、うん。ちょっと名前出せませんけど。おお、だからちょっとなんか、はい、うん、フェアリーテールも僕アニメ見てましたですね、うん。すごい、これはなんかいい感じの作品じゃないですかね。そんなゲートオブナイトメアなんですが、うん、4月の26日で 0.5 周年を迎えるとのことで、盛り上がってくるこのタイミングで、ぜひゴージャスさんにもこのゲームの面白さを体験していただきたいと思います。はい、エレナちゃんも僕もまだね、知らない作品なんで、ちょっとこれから楽しんでやっていきたいと思います。はい、それではゲーム画面いきましょう。こちらです。で、はい、ということでゲートオブナイトメアでございます。もうこれはもう、はい、もう見るからに真島先生の絵、イラストが、うん、私なんか、うん、どうした、イラスト見て思い出したんですけど、うん、なんか引っかかるなと思ってて、うん、レイブ書いてらっしゃった方ですね。レイブ、フェアリーテイルよりも前の作品、それをもっと早く言え本当申し訳ないですけど、いや今本当イラスト見て、あ、真島ヒロさんだってなった。そうそう、ね、イラストで真島先生っていう感じにすごい伝わってきますよね。もう冒険したくなっちゃう感じも出てますね。もうね、もう前に前に行きたいですね、これは。はい、ということでございまして、はい、早速やっていきましょう。はい、行きましょう。おお、ムービー、ストーリー、ムービー、ムービーっぽい。お、待って、かっこよすぎません？オープニングアニメだ。え、あ、ちょっともうアニメじゃないですか、始まる。本当だ、あ、かわいい。え、歌、あ、もう普通に、おお、もうほぼほぼテレビでやっても大丈夫なアニメですか、これ。お、弓、炎、何のキャラクターだ。おお、強そう。敵だね、これ完全に。敵かい？あ、違う、完全に敵かい？え、あ、ちょっとなんかいいですね。あ、え、かわいい、キャラクターがかわいいんですよ、これ、これ、これは、これ今のさっき敵、今のは。あ、これは、これ、何今、どう、敵、これ 敵じゃないですか。黒ハイス、黒ハイス。あ、こういうね、うん、そう、友情もね、友情が芽生えていくのも、あ、王様、絶対王様のやつ。もうストーリー出来上がってますよ、ここ。敵、これ、敵、敵、これ。敵ですよ、絶対。いや、ほら、ほら、戦ってますもん。おお、かっこいい。うーわ、これ、これは、あれ、待って、これは、これ誰、これ。敵ですね。敵じゃないで、敵じゃないですよ、絶対。あの子守る感じじゃないの。おお、素晴らしい。見入っちゃった、もう。それは私たちの心に潜む不安や恐怖を映す鏡。あら、悪夢、
悪夢。私たちの住む世界には昔からそんな悪夢が形を得た恐ろしいモンスターがいました。なんだ、悪夢が形になっちゃったの。その名はナイトメア。ナイトメア。レムリアスという異世界で生まれ、うん、時々こちらの世界に迷い込んでくる生き物。あら、困ったもんだな。そう、本当に昔は時々だったそうです。昔は。でも今から70年前に70年染まれてますね、これ。ナイトメアの世界、何レムリアス染まれてますね、70年前。私たちの世界は何言ってんの、キレイ。ちょっと話集中したんで話しかけないでもらいます。ナイトメアの世界、レムリアスと私たちの世界が完全に繋がっちゃった。世界中に開いたゲートから凶暴なナイトメアが大量に押し寄せた。あら、敵はナイトメアだ。人類は、人類はどうなっちゃったの。人類はあっという間に、あっという間に滅亡の危機に追い込まれてしまったの。え、そんなに大変な時じゃん、これ。でもそんなピンチに陥っても人類は負けませんでした。おう、だってだってまだ助かるんじゃない、これ。え、どうする、まだ助かるって出てきたら俺だよ、もうこれ。出ないよね、それ。お、精霊の森、レムリアス。え、あら、がナイトメア、悪いやつね。あ、これ、怖い子ちゃん。エマ。私たち、エマちゃん。ナイトウォーカーがいた。ナイトウォーカー。これ、選手の、あれですかね、特徴ですかね。そうですね。うん。ラバ、電気お願い。ラバ。ラバはどの子だ。おぉ、苦しんでる、ナイトメアが。今日のクエストはこれでバッチリオッケーね。うん。あなたもお疲れ様、ラバ。ラバってなんだろう。ピピ。けど、ずいぶん奥地まで来ちゃったわね。暗くなったら危ないし、そろそろ帰りましょうか。うわ、また来た。泣いてる。あ、違う。ん？すごいですね。全部声優さん喋ってくださってる。喋ってるね。え、なになに？お、アニメーションが。クオリティがすごい。あ、これがナイトメアですか。ナイトメア。私としたことが。お、フルボイス？完全に油断したわ。え、な、強、なんか可愛いやつもいるよ、前。でもこれもナイトメアの分身。そうなのかもしれない。お。私はここで死ぬわけにはいかないもの。うん。なんだなんだなんだ。あ、やばい、来るぞ、攻撃来る。やばい、どうする。武器拾って。おい、あら、お、仲間が。そのまま捨てたら。え、これ、この仲間、これ俺じゃない、これ。ハテナハテナハテナってことは俺になるじゃん、これが俺なんじゃない。おお、かっこいい。全部見切ってる。うわ、後ろのこれも。あ、まずい。よしよし、よお、一撃ででかいのもいるぞ。私助かった。まだいる。でもあの人は俺でしょ。俺だよ絶対。選べるんですよ、多分誰か。うお、来た。お、かっこいい。おお、紙一重で送る。こいつらただもんじゃねえ。敵さんもちょっと可愛らしい感じ。そうね、怖くないというか。お、いいじゃない、こっちのちっちゃい方も。うわ、やばい。あら、あ、なんか、うん、おお、すごい、絶対的主人公感。いや、おお、消えた。おお、ナイトメアが成仏した感じですかね。さすが。おお。危ないとこだったな。お前怪我はねえか。知り合いじゃないんだ、ここ。知り合いじゃないんだよ。こっから仲間になってくんですね。うん、ありがとう。あなたもナイトウォーカーよね。ああ、俺は
おお、また来た。ホテル、ホテル。話はこいつらを見つけた後だ。ここからどうする？お、はい、ここから戦闘ですね。おお。はい、ナイトウォーカーは画面左のバーチャルパッドで移動させることができます。ナイトウォーカーは画面右の攻撃ボタンで攻撃することができます。移動して敵に近づき攻撃してみましょう。しましょうか。はい、これで移動できる。おお、なるほど。はい、これで。歩けるわけですね。はい、では敵に近づいてください。はい。はい、敵に連続で攻撃し続けることでコンボが発生します。攻撃を繰り返してコンボ数を稼いでみましょう。コンボ。おい。おー、いいですね。すごい、5コンボ。5コンボ。ナイトメアスキルボタンをタップすると、パートナーのナイトメアが出現し、様々な効果でサポートしてくれます。あれも、え？待って、パートナーのナイトメア、あいつもナイトメアなんだよ、だから。じゃあ、いいナイトメアがいるってこと？そういうことなんだよ。戦ってったナイトメアたちを刺激してって、うん、自分のパートナーとして戦わせることもできるので。はいはいはい、おー、なるほど。はい。強いナイトメアとかもね。そっか、自分の仲間にしちゃえば。今使ってる？ずっと。おお、やるね、あの待っちゃったよ、さあ。コンボがすごい。おお、コンボ炸裂。すごいコンボ。いや、めちゃくちゃかっこいいぐらい、これ。アニメーション浮かせてみたい、これ。左上にコンボ数が出てますね。左上にコンボ数。一定時間が経過するとゲージが溜まり、奥義を使用可能になります。アゼルの奥義で、敵に大ダメージを与えてみましょう。ここで行きましょう。大ダメージ。おお、プロメンスロアドゥガン。おお、強い。一撃じゃないですか。全員に。この奥義のアクションがかっこいいですよね。あら、おお、全部王冠ついた。はい、ということでございますよ。爽快感あります、やっぱり。奥義決まりましたね。決まったね。おっ、おお、やっつけた。くそ、まだいるのかよ。さすがに俺も疲れてきたぜ。おお、ラバ、もう行けるわね。ここからは私も一緒に戦うわ。ラバはあっちのナイトメアだね、エマの。うん、そうですね。おっ、エマが仲間になりました。地属性アタッカー、はい、コンポジット棒ね、弓ね、はい、はい、キラテのいい性格で常に周囲へ気を配るやや世話好き、世話焼き、体質の女の子、はい、個人で育ったので自立した生活を送るためナイトウォーカーを目指す。あ、うん、いい設定。仲間もどんどん増やしていく感じですかね、やっぱね。タイトル画面にいっぱいいた。そうですね、全員仲間になっていくってことですよね、うん、途中で敵って言ってた人もいましたよ。さあ行きましょう。敵を全部やっつける。これなんだこれ。おお、属性について。地属性の敵を攻撃、火の時は地属性の敵を攻撃時に与えるダメージが増加。うん、そうですね、熱属性、地属性、うん、海属性でございまして、うん、熱属性は地属性に強い、はいはいはい、熱属性、海属性は熱属性に強い、うん、海属性は地属性は海属性に強いという。大丈夫、こんがらかってないですか。説明して、この絵を見ただけで分かるよ、ね、ですね。この3組の関係になりますので、はい、はい、スイッチボタンをタップすることによって操作ナイトウォーカーを入れ替えることができます。ここではエマにスイッチして戦ってみましょう。はい、これでエマ。おお、エマの地属性ですね、エマ。これも来た。あ、これ今敵のナイトウォーカーは何属性なんですか。海属性。これ海ですね、海っぽいもん。おお、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた。ただ弓だからね、遠くからも。あ、おー、コンボがこっちもかっこいい。すごい、あ、まだ残ってる。遠距離攻撃いいですね。一番やっぱね、遠くから攻撃するのが一番いい。今度は地属性の、ナイトメアが出現しています。熱属性のアゼルにスイッチして戦ってみましょう。スイッチを行うとナイトボーカーに応じた様々なスキルが発動します。アゼルにスイッチしてスキルを発動してみましょう。はい、はい、回避ボタンをタップすると
操作ナイトウォーカーが 瞬間移動します。敵に囲まれたり距離を詰めるときに使用してみましょう。これが、はい、瞬間移動、あ、わ、2回使うと、このキャラクターを交換することをスイッチって言うんですけども、うん、各キャラクターにスイッチスキルというものがありまして、うん、キャラクターを交換するときに能力のバフであったりデバフであったりっていうのが付与されたりするので、積極的にスイッチも使っていきたいところですね。振り付かれてアップ、本当だ。あ、時間が、あれなのね。でもこの子だとあれですよ。そう、属性がね。属性が、はい、物理攻撃アップ出た。はい。おー、かっこいいコンボ。いいですね。でこちらのコンボも50コンボ、100コンボとつなげていくことで、ダメージに倍率がかかりますので。おお。じゃどんどんつなげていくことが、そうですね、コンボをつなげていくことも重要ですし、うん、はい、スイッチスキルを使ってバフをかけていくっていうこともできますので、はいはいはい、いろんな戦い方ができますね。いいですね。マガネコが仲間になりました。マガネコ、さっき戦った子ですかね、ちっちゃいやつ。うん、え、いる、マガネコ。一応仲間になってくれるって言うんですか。本当、その突き放すみたいなことやりましょうですよ。はい、捕まえたマガネコを見てたんだけど、うん、実は私この子のことずっと探してたの。お、よかったら私がもらって。お、いい、全部あげる、全部あげる、全部あげる、全部いらないじゃないやった、私この子とラバを融合させてみたかったんだ。融合、早速やってみるわね。はい、じゃあストーリーはここまでにさせていただきますね。はいはい、ということでチュートリアルやってきましたけども、はい、いかがでしたか。あ、普通になんか 3D の感じが本当になんか操作しててなんか心強いというか、やって楽しいですね、やっぱね。でコンボがつなげていくうちにそのどんどん威力が上がっていくから、そっちもなんか気持ちよくなってきますね。エモーションっていうんですか、あの動きとかもめっちゃかっこよかったです。めっちゃかっこいい。で敵も今のところ怖い見た目のやつがいないから、そうですね、なんか可愛らしいし、最初すごいやりやすい、うん、仲間にしたくなっちゃいますよね。そうですね。あとストーリーがなんかね、もうね、真島先生のその作品がやっぱり冒険するぞって感じがもうにじみ出てて、世界観がね、それがもうアニメーションの120倍伝わってくる、すごい作品。この最初でわかるって、最初にわかるし、楽しくなりますね。もうワクワクしてるやっぱり。うん、はい、ということで、うん、まだ怖い敵がいなかったということで、はい、まあ、せっかくなので、うん、この後ゴージャスさんには、うん、ボスに挑戦していただこうかなと。ボスもう始まってまだそんな立ってないよ俺これ。え、強い敵に立ち向かっていかないと、はいはいはい、進まないですか。進まないですけども、大丈夫、こっちの陣営的にはまだスッカスカですよ。大丈夫ですか。なのでまだあのボスまで進行した端末を別に用意させていただきました。はい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 。でもまだそっちも、ストーリー進めただけで、うん、ほとんどキャラクターがいない状態なので、ほうほうほう、この後お二人には、うん、ガチャを引いていただいて、ガチャキャラクターをちょっと補充していただこうかなと。強キャラを引いて、はい、そこで編成して、はい、ボスぶっ倒したっていう、そういう流れ。完全にこれやっちゃうかもしれない俺。やっちゃっていいんですよ。やっちゃっていいんですよ。いい意味の方よ、今やっちゃうとね。真島先生のキャラクターとかもいっぱい登場しますので、はい、ぜひそこでご紹介させていただければと思います。うん、見たい、はい、いろんなキャラ。はい、それではガチャ画面いきましょう。こちらです。ということで、ちょっと進めてもらった端末をいただきましたけども、これホーム画面見てください、これ。最高じゃないこれ、なんかこの後ろの酒場といい、いいですね、このその世界観出ちゃってる感じが、うん、そう、こっちのあの押すところとかもなんかすごいな、全部ワクワクさせてくれる。ガチャを60連まで引ける分のジェムも購入しておきましたので、うん、60連、はい、ゴージャスさんと神谷さんで順番に引いていただければと思います。あら、順番に引きましょうか、じゃね、はい、はいはい、でゲートオブナイトメアではですね、うん、毎月イベントでキャラが追加されたり、うん、衣装違いのキャラクターなんかが出てくるんですけども、はいはい、現在は東方イベントで、うん、和装したキャラクターが登場するので、こちらのガチャを引いていただいて、はい、最高レアの SSR、こちらを出していただければと。SSR、OK でございます。はいはい、ということでございまして、今回はこちらお花見ガチャ第1弾ですか。はい、はい、第1弾の方、こちら SSR 抽選確率 6%、 こちらピックアップ
ユリナ。SSR のユリナ。おー、かわいいじゃないですか。ねえ、和装ですね。かわいらしい服着て。引いちゃいましょうか。なんかでもちょっと近いもの感じるんで、私も引けそうです。エリナがユリナ。そう。引ける？引けそうな気がします。一回先に引いてもらうから一回。じゃあ、10回ガチャ。はい。いきますね。はい、お願いします。どんな感じの。はい。はい。お。さあ、いった。なんか出ちゃう気がするな、ユリナ。おーおお、割れた。エースがアタッチトゥーネクスト。はい。割れて。割れて。これで10連だから。ここから出てくる？おお、なんかいいんじゃない？いいんじゃない？なんか色いいんじゃない？なんかいいんじゃない？いい色としてんじゃない？今の輝いて。おお、いいの。え、うわ、なんかユリ出たよ。もう。え、出たんじゃない？もうこれ。お。動いてくれる。おじさん。逃げる。おじさんって。おじさん。いいね。これがレアですね。レア。これがレア。あら。お。絵描き。おじさん。いや、おじさんって。おじさんしかいない。絵でも描くか。おお。ベレール。そして。お、色違い。これは？これはどっち？ゴールド？お、おじさん。おじさん、おじさんなんですけど。あ、これ SR。ポップ SR。おじさんずっと続いてますね。女の子来ないかな、女の子。あら、かわいい。この世は弱肉強食。悪く思わないでください。ウルタ。かわいい、弱肉強食。あれ待って、一番右上もしかしてあれじゃない？もう。お。これは女の子？うっす。お疲れさん。女の子。ニコール。ニコール。全然顔見えなかったね。縦で。装備が。お、ウルタン。真の着ぐるみストタルモノ。このレシピは。あ、なんかセリフ違いましたね。飛ばしちゃった。うん、あるんじゃない？お、ほら、強そうじゃないこれ。もう悪いことはしないように。ノルド。ノルド。ルヤ。あ、もう行きます？来たんじゃないこれ。私選べてないからね、順番。来たんだよ、これもう、あ、違う、あ、あ、海賊っぽい。え、これ、和装に着替える？和装に着替える？いや、これもう、このままだよ、多分。いいんじゃない？でも、これ、おー、でも、レアリティ高いんじゃない？ SSR！ SSR！ わー、出たー！マロー！マロー！マロー！かわいいかも。かわいいじゃん。海賊だし。こんな、あ、確かに同じ帽子かぶってる。通ずるもの感じる。さあ。ああ、最初のね。おじさん。おじさん。おじさんで一食いするのやめてもらっていいですか？ラスト。ラスト。このまま？このまま。あら、また可愛らしいね。哀れな子らよ、魂よ。ローニャ。なるべき場所に帰るがよい。おー。あと出ましたね。SSR 出たじゃないの、これ。出たんじゃないですか？次行きましょうか。あ、でも一緒？いいんじゃないこれ。一緒じゃないですか？なんか良さそう。良さそう。さっきと一緒？あるんじゃないですか？おお、もう最初からこれでしょう。しかも最初にいただきます。これみんな一緒？ここみんな一緒？みんな一緒？つまんねえかね。ちょっと待ってください。こんな被ります？ついさっき見た？さっき見ましたね。ついさっき見たやつですよ、これ。お、強そう。いや、マロはでも可愛いからな。SSR マロー。マローは何体いてもいい。うん。これ途中で変わることあるんですかね、色。昇格どうですかね。うん。あら、セクシー。諦めて。こうなる運命が見える。占い師。さあ、おじさん。おじさんはおじさんなんですけど。ちょいのちょいで。サイード。おじさん。さあ、お、持ってる、ありますね。どうに。ここで動いてくれるアニメーションもいいですね。ね、こういう特徴なんだってわかりやすい。おじさん。あ、さっきね。さて、おじさんが続きまして。あら、お、新しい新キャラ。おお、ライリー。ライリー。かわいい水色。昇格来ないかな、昇格。ねえ、あ、これは来ましたね。ノルド。
ノルト。さあ。うん。セクシーお姉さん。このままかな？なーに、すごいですね。はい、ラスト。ラストです。昇格。ないか。ないか。よし30連目。はい。おーおー、でも色違い。このままかい？このまま。おおおお、真夏。真夏 SR。かっこいいじゃん。うん。これはどうなんだ？おお、え、3つもある！ SR。あら、またセクシーな。私の元にいらっしゃい。ベアトリックス。さあ来た。ザル。おお、可愛いじゃない。待って、可愛い。ウサちゃん持ってる。魔法は、って、あれ、もう買っちゃってるのです。おお、かっこいい。絶対海じゃん。絶対海でしょ。足りなかったようだな。シリオン。うん。SR。2個ある。2個ある。さあ、1体目。我は船を導く星。大波呼びで航路を開かん。来たんじゃない？あー、ちょっと、ちょっと、チェクラでも可愛いじゃない。私、お姫様みたいな。強そう。SSR？ おー！女王、女王。ユーフォリア。SSR。よー！とりあえずね、とりあえず。まずは。まずはですね。はい、来たよ、これ！どんな言葉よりも早く。男の声だ。おお、かっこいい。かっこいい。今度王子様みたいな感じ。ラブって書いてある。ラブリンゴ。レオニス。レオニス。SSR。二体も出たよ。2体出しました。二体も出たけどこれじゃないんだよ、ゆうちゃん。ピックアップが。さあ、おお。絶対来た。あ、さっきのかっこいいやつ。来い。まずセリフ。どんな言葉よりも早く。君の心を打ち落とそう。見た。あ、ラブリンゴですね。ラブリンゴ。この勝利を世界中の女の子に捧げよう。大地の神々の息吹を我らを包み癒やしたまえ。目が抜くんですね。うん、今の戦いのおかげで次の課題が見えた気がします。トーン！さあ、あら、かわいい。ルカ。ルカ。まあでも SSR いっぱい出ましたから、うん、そう、 SSR いっぱい出たんでね。はい、はい、出た中から選んでちょっと強化して、はい、この後ゴールさんにはボスに挑戦していただきたいと思います。はい、頑張ります。ということで強化してパーティーも編成いたしまして、はい、いきたいと思います、はい、それではこちら第1章第3節2話、登場無天の4というクエストに、はい、ボスが登場しますので、ボス、そちらに挑戦していただきます。こちらですね、はい、ウロボロスを倒す。ウロボロス。ほう。で、この左上に出てるのがウロボロスですね。なんやこれは。これがウロボロス。はい、白蛇みたいな。こちらが地属性のキャラクターになりますので。地属性だから火だね。そうですね、うんうん、ということでこのメンバーでやっていきたいと思いますよ。はい、それではいきますかも。さあ、まあでもちゃんとその相性とかもバッチリ仕入れてるんで、ね、おお、本当だ、ウロボロス、白蛇。もう行きましょう。はい、行きましょう、行きましょう、はい、うわー、なんか強い攻撃が。え、と届いてる？届いてないです。届いてない。届いてないです。ちゃんと近づかないとダメですね。あ、行きました、行きました。ちゃんと避けながら帰るぜ。コンボつなげて。コンボ大事ですからね。行け。あ、やばい。わー、くれてる。これも見えない見えない。ちゃんと避けないと。コンボ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 。あ、いいですね、今。いいですよ、 20% 削りました。いいですか、たまにはちょっとキャラチェンとかした方がいいですか。これで変えて、また変える。あ、出したやつ、SSR。 あ、コンボが切れた。届かない、届いてないもんだって。
もっと近づいて。あ、いいですよ、いいですよ。どう、強い？届かない。今の、今の当てたかった。いや、今やるから、今やるから、やるやるやるから。食らうね。食らってますよ。お、いい、いい距離、いい距離。コンボついで、ついで。あ、いいよ、強いよ、ついで。そんな正面にいたら危ないんじゃない？今、よけ、よけちゃったでしょ、今。今、でも、これで半分いくよ、これ。もうちょっとつなぎたい。コンボつなぎたい。これで。奥義？み、あ、もうね。オーケー。お、これ光ったよ、これ。あ、いい使い方じゃないですか。はい、今あの右下のレムリアスボタンが光りました。はい、レムリアスリンクですね。はい。こちらを押すことによって、お、チャンスチャンスチャンス。もチャンスタイム。はい。ナイトメアスキルのクールタイム時間が、短縮したり、はい、スイッチボタンの、クールタイムボタンもクールタイム時間も短縮されますので。ちょっと100いきたい、100いきたい。じゃあコンボ、じゃあこのまま。いやー、100いきたかった、100いきたかった、93コンボ。でもだいぶコンボつないだから、やっぱ1回の攻撃がめちゃめちゃ強くなったんじゃないですか。素晴らしい、おめでとうございます。結構やったかも。気持ちよくなかったですよ。いや、気持ちよかった、やっぱり弓のでもあのコンボね、あの離れすぎちゃったからさ。あ、そう、届いてない時がね、一回ちょっと途切れちゃいましたね。はい、うん、でもいい、タワサマさんだね、よかったですね、ボス。もうちょっと、もっと強いのいないのか、これ敵が。うん。ということで、ドブナイト目やってまいりましたけども、はい、うん、いかがでしたでしょうか。いや、本当にね、戦いが楽しい。うん、うん、今はキャラクターがね、はい、僕の端末じゃなかったんでね、限られたりする。そうですね、自分のだったらものすごいみんな育てて、もう自分のすごい強いパーティーを編成したいと思ってる、うん、夢のようなドリームパーティー作りたいと思ってる。でもそう、あのキャラクターがやっぱり真島ヒロさんが書いてくださったから、私の中では、うん、アニメとか漫画の世界から飛び出してきたのを自分で操作してるみたいな感じがあって、それが見ててすごい楽しかったです。ねえ、いや、自分でもやりたくなるでしょ。やりたくなりますよ。これも面白いからね、うん、ぜひともやってみていただきたいですね、皆さんにもね。はい、はいはい、ではここで少しお知らせをさせてください。はい、はい、冒頭にも述べましたが、うん、4月26日に 0.5 周年を迎えるこちら、うん、ゲートオブナイトメアですが、さまざまなキャンペーンの方が行われます。お、何、まずは 0.5 周年ログインボーナス、うん、こちらはですね、期間中7回のログインでガチャチケットやレッドジェムなどの豪華報酬をプレゼント、うん、他にも豪華報酬がもらえる特別クエストも実施しており、うん、ログインボーナスと合わせて最大無料で50連分のガチャができるガチャチケットなどももらえますので、これは SSR 絶対出してほしいですね。出してほしい、はい、うん、初心者応援キャンペーンや、うん、カムバックキャンペーンなど、これからこの動画を見てね、うん、ゲートオブナイトメアを始めたいと思っていただいた方にも、うん、やっていたけども少し離れてしまったような方、うん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 、また始めてみようかなと思った方にも嬉しいキャンペーンがございますので、はい、この機会にぜひ始めてみてはいかがでしょうかと。はい、はい、こちら、詳しくは公式サイトや公式ツイッターの方をご覧ください。はい、じゃあ、はい、はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでゲートオブナイトメア、ぜひとも皆さんもダウンロードして、なんかその真島先生のキャラクターの世界観に浸って、うん、一緒にゲームしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。ちょっとじゃあ真島先生に連絡してくるんで。すいません、うん、そんなことできるの小枝さんだけですよ、本当に。お疲れ様です。みんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここメンバーシップはそれ、ここ。次回も面白さレボリューション。バイバーイ。